県内の一般道路では後部座席でシートベルトを着用する人がおよそ3割にとどまっていることが分かりましたこれは去年10月から12月にかけ JAF 日本自動車連盟と警察庁が行った調査で分かったものですそれによりますと県内の一般道路での後部座席のシートベルト着用率は31.7%で 全国平均の42.9%を11.2ポイント下回り全国で6番目に低くなりました JAF では後部座席でシートベルトをしていないと交通事故の際に運転者にぶつかって怪我をさせたり車外に放り出されたりする危険があるとして着用を呼びかけています 後部座席のシートベルト着用は2008年の道路交通法改正で義務化されています。